いがらし、もう出ちゃうぞ。行っちゃっていいっすよ。またサボりか。待ってやるから乗ってけよ。たく、ドアホームオーライ。いがらし、学校まで遠くて大変だな。よく通ってるよ。2時間半車掌さんと一緒なのきついっすわ。こっちのセリフだわ。もっと近くに学校なかったの？俺天才なんでその辺の学校じゃレベル低すぎちゃって。よく言うわ。はい、お待ちください。いがらし、着いたぞ。だる。いいから早く降りろ。だれー、頑張れよ。やっべ、遅れる。鉄塚電車にご注意ください。おおっと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 、うわー、以上。そこの待避所に入れ。はい。大丈夫か。余裕っす。線路に落ちたらまず冷静に待避所を探してください。いや、ホームによじ登ってもいいっすよね。おいごらてめえ。あ、登れなかったら死ぬぞ。いや、こんな高さならホームまでの高さは1メートル以上。パニックの状態で登るには想像以上に難しいんだぞ。じゃあ線路の間入ったらさ、映画みたいに電車の下くぐり抜けられるっすよね。電車が通過する勢いなめんなよ。風でめくれた服が電車に巻き込まれたらお前も一緒にぐちゃぐちゃだぞ。え、線路は想像以上に恐ろしい場所です。まず周りに気づいてもらい、自分の命を最優先に行動してください。はい。ちょっと五十嵐くん、行かんでよ。いや、もう帰るよ。え？今日は一緒に追ってくれるって言ったじゃん。え？また明日な。今日は帰る。もう、明日はもっと一緒に追ってよ。おお。バカ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 。おお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 お。バカ。何すんだよ。大抵とぼけんなよ。は？さっきの話聞いてたんだからな。あ？タクコちゃんがもっと一緒におってとか言ってたよね。それは違うんだよ。誰がどう見てもこれは浮気っしょ。すげえね。怖っ。ちょっと待って。え？今文化祭の準備で千羽鶴折ってるでしょ。なんかやってたね。五十嵐くんが一羽も折ってくれないからさ。じゃあ一緒におってって。折り紙一緒におってってことだよ。ややこしいな。夜するよ。よし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 。邪魔なのよ。あ、すいません。この子抱きながらベビーカー畳むなんて無理だよ。どきなさい。すいません。もう電車乗るんじゃなかった。赤ちゃん抱っこさせてくんない？え？バリ可愛いっすね。あ、ありがとうございます。冷めた大人ばっかっすよね。まあ、俺は周りにどう見られようが人と絡みたいんすよ。お兄ちゃんかっこいいよ。おかげで助かりました。なんもしてねえっすよ。五十嵐かっこいいとこあんじゃん。行って。チーズ。遅延症ですか？いらねえっす。今日は学校じゃないんですね。入学式なんで後輩の面見に行くんすよ。あ、行ってらっしゃいませ。入学式だるかったな。先輩もパッとしねえしな。つまんねえな。おい一年。え、この人誰？三年の五十嵐だ。五十嵐ってまさか一人で100人のヤンキーを倒した伝説の？調子乗ったら潰すかんだ。はい。バリダセーことすんなよ。え？男なら自分より強いやつと戦えよ。だってこいつらが調子乗ってたからよ。じゃあおめえも調子乗ってるから私が潰すよ。ごめんごめんごめん。ギャル強。お客様終点でーす。は？車庫行っちゃうので降りてください。え？ここどこ？所沢です。うーわ、最悪。もう電車ないんすか？今日はもうないですね。だる。東久留米まで歩きなんて無理なんだけど。マジそれ。東久留米までならタクシーで3000円ぐらいで行けますよ。3000円も払うならカラオケでオールじゃね？違いね。行こうぜ。指の混ざり、頬の香り、夫婦を越えて行け。え、銀さん、ちょっと何事ですか？お前たちがベンチを占領したんだろ？座ってただけじゃねえかよ。しょうもないことで揉めてんな。お前らは座る必要がない。働いてきた大人に座らせろ。よく見たらクレーマーの横山じゃねえかよ。誰にでも突っかかるんだな。お前が解かないならこっちも抵抗するぞ。どうやってすんだよ。もちろん拳で。なんか聞いたことあるセリフだな。拳で抵抗するぞ。いい大人が何言ってんだよ。だる。電車来たんで帰ります。雑魚が。電車乗らねえんだ。あれ、切符がない。どうしよう。ん、やばい、早くしないと受付終わっちゃう。これ使えよ。え、いいんですか？いいから行けよ。大事な試験なんだろ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、お兄ちゃん切符は？なくした。じゃあもう一枚買ってもらうよ。そんな金ねえよ。それじゃ困るよ。警察に通報するよ。めんどくせえな。お前不正乗車しようとしたんだろ。おい駅員。何ですか？こいつの分もこれで。え？あ、わかりました。あんちゃん、かっこよかったぞ。あ、あざす。たく、急いで行かねえと遅れちまう。え、新宿、新宿に到着です。人が多いな。ん？
前のやつ遅いな。足怪我してんのか？怪我してんなら仕方ない、待ってやろう。ホームでのながらスマホは大変危険です、おやめください。ん？ちょっとお兄ちゃん。なんだよ。やっぱりながらスマホか。は？足を怪我しとんなら仕方ないと思ったけど、スマホいじっとったんか。そうだけど何？後ろの人が混雑してるのかわからんか。こっちは急いでんだぞ。うっせえな老害が。おいごらてめえ。なんだよ。もう死ねえって言ったら許してやる。は？もう死ねえや。ただいまから切符を確認します。あれ？ない。お客様、切符を確認します。やべ、どうしよう、定期忘れてきちまった。お客様、切符ないんですか？いや、金もねえし、どうしたらいいんだ？ないのなら正直に言ってください。無賃するつもりだったんですか？なわけねえだろ。もう終点つきますよ。払わないなら鉄道警察呼びますよ。あー、また親に迷惑かけちまう。ちょっとあんた、母ちゃん、定期玄関に忘れてたわよ。おっ、ありがとう。お母さんがいてよかったですね。はい。あんたにここまでのガソリン代請求するからな。今度はこっちかよ。すいません、駅員さん。どうされました？20分の遅延証ください。どうぞ。ありがとうございます。くっそー、信号引っかかったー。よし、もうすぐ青だ。早く早く、よし行くぞ。ん？え、青だよね。これ進んでいいんだよね。みんなスマホに夢中だ。これで俺だけ進んだら俺がルールを破ってるみたいじゃないか。どうする、行っていいのか。いや、いいに決まってる。青は進め、そう教わっただろ。よし行くぞ。最終列車郷土行き、まもなく到着いたします。間に合ってよかった。また歩いて帰るとこだったな。それはマジ勘弁。まったく、電車遅れてんのか。あ、停電だ。え、おい、どうなってるのよ。駅員、説明するのよ。おっさん、うっせえよ。え、誰だ生意気な野郎は。野郎じゃねえし。お客様、申し訳ありません、復旧までお時間かかります。おい、ふざけるな。それではお待ちの間、夜空をご案内いたします。え、は、真ん中に見える三角形は夏の大三角でございます。へー、どれ。そんなの知ってるのよ。だからおっさん、うっせえよ。え、なんだお前は。二人ともうっせえわ。近くにございます明るい星は乙女座のスピカでございます。あれ、タクポヨ乙女座じゃなかった？ いいえ、私はサソリ座の女。ミトはケイチじゃねえか。いつぴったりじゃねえか。それではお客様、復旧まで空の旅をお楽しみください。これもありか。はい、急行列車通過します、ご注意ください。ん？お？誰か待ってんのかな？だれ？イガラシ。おお、タクポよ。え？私ずっとイガラシのことライクだったんだけど、ラブになりたいから付き合わない？俺でよければ。マジ？やらぽよー。うっす。あれ？タクコ？あれ？タクコちゃん、何やってんの？いや、なんでもないよ。今日、寒いね。何事ですか？買ったばかりのグラスが割れてるのさ。犯人を探し出してちょうだい。いや、それはできないですね。どうしてさ、人のものを割った犯人がこの中にいるのよ。そう言われましても。あんた今笑ったわね。自分で割ったんじゃねえの？そんなわけないでしょ。っていうか、あんたが割ったんじゃないの？は？どう見ても人のものを壊しそうな見た目よ。そんなことするわけねえだろ。あら、焦ってるじゃないの。ふざけんな、俺は何もやってねえよ。怖い怖い、手を出してくるわ。一度話を聞かせてください。いや、ちょっと待ってくれよ、おかしいだろ。見た目で判断する人にキレてます。ええ、だってクレヨンしんちゃんの園長先生だって見た目はめっちゃ怖いけど本当はめちゃくちゃ優しいし、その子も見た目はヤンキーだけど絶対家族思いで仲間を大事にしてるし、そもそもおばさんのこと気にかけてくれたのはその子だけだし、絶対いいやつなんだもん。疑って悪かったわね。すみませんでした。別にいつものことだ。いいやつ。どこだどこだどこだ。見当たんねえ。意地でも見つけ出して。お、本日は伊豆箱根鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。何探してんの？伊豆箱の電車で1日1回何両目かにハートの釣り革があるんだって。ほう。それを掴んだ2人は永遠に結ばれるんだって。本当かね。西川はそんな相手いないもんね。うるせえ、タクポよ。え、あれもしかしてハートの釣り革だ。行くよー。列車揺れます、ご注意ください。あっ、うわっ、てててててて、くっ
さ。え？お前ら車内で走るな、危ないだろ。バラッチ、ちょっと待って。え？バカ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 。バッキャラ！あう！やるっすよ。あの、どうされましたか？帽子の忘れ物ってないっすか？あ、もしかしてこの帽子ですか？あ、そうっす。よかったです。ではこちらにサインだけお願いします。うい。ちょっと待ちなさい。え？その帽子本当にあんたの？は、俺のだわ。あんたの言葉なんて信じないわ。人のものを奪おうとしてるんじゃないの？そんなわけねえだろ。これは俺の。何黙ってんのよ。図星なんでしょ。もういいわ。え、お客様。うるせえ。ついてくんな。え？怖い怖い。うるせえ。ついてくんな。え？怖い怖い。橋爪さん、あんな言い方はないんじゃないですか？なんで私が責められるのよ。人のものを奪おうとした犯罪者から守ったのよ。感謝しなさいよ。何の根拠があってそんなことが言えるんですか？本当にあの子のだと僕は思いますよ。ふん、そんな帽子もういらねえわ。ガツくあのクソババ。あれ、五十嵐どうしたの？なんでもねえ。ん？え、金さん。はい。その帽子五十嵐、あ、金髪のヤンキーのやつだよ。あ、さっき取りに来たんですが、あいつのおじいちゃんが去年死んじゃって唯一もらった帽子だって言って大事にしてたんだ。でも必死になってる自分に恥ずかしくなって帰っちゃったんだと思う。いた、シューン。バー、五十嵐くん。あ、さっきは守ってあげれなくてごめんなさい。どうでもいいわ。あの、これ、あ、おじいちゃんの大事な帽子なんですよね。もういらねえや。五十嵐くんが持っててあげてください。その方がおじいちゃんも。もういねえんだよ。じいちゃんはもうどこにも。そんなことないですよ。五十嵐くんがいつまでもおじいちゃんの話をしてこの帽子をネタに笑っていたら、おじいちゃんはいつまでもみんなの記憶に居続けます。チュンチュン。たかが物かもしれませんが、そこにはたくさんの思い出が詰まってるんです。これからも大切に持っていてください。じいちゃん。よし、五十嵐、川飛び込むぞ。は？ちょっと待ってよ。笑顔、よし。ちょっと、駅員さん。どうされました？財布を落としたのよ。盗まれる前に取りに行かせてちょうだい。ああ、すぐ行ってきてください。盗まれてたら許せないわよ。こっちか。ちょっと待って。あ？手に持ってる財布は私のじゃない？盗むつもりだったのね。いや、駅員のとこに。後から付け足しても遅いわ。盗もうとしてたんでしょ。ちげえつってんだろ、ババア。本性を出したわね、腐ったみかんが。警察に言うわよ。俺はこれから届けようとしてたんだよ。信じてくれよ。どうかしら。五十嵐。出口反対だよ。何やってんの？だからこれを。うん。そんなの届けなくていいよ。売りに行っちゃおう。ちょっとあんた。これで分かったでしょ。五十嵐がどっちなのか。あいよ、おばちゃん。ありがとね。それじゃ引いた番号の席に着くように。俺の席どこだ？あたしここ。なんだよその席。ソファーとかなしだろ。この色落ち着く。落ち着かねえよ。その色のソファー見たことねえわ。俺もこっこいな。電気椅子じゃねえか。五十嵐、何したんだよ。俺殺しちまったんだよ。え、誰をだよ。職員室にいたゴキブリ。大丈夫だろ。さよならみんな。死んでるやついた。看護家で授業を受けるつもりかよ。寝てんな。西川も早く席ついて。俺の席ってクッキーっす。なんでだよ。先輩たちが効果の見本見せてくれるからちゃんと聞くように。はいはい。じゃあ最初タクポよ。せーの。つけまつけまつけまぐろ。どんな歌だよ。うちの効果そんなんじゃないだろ。あ、間違えた、こっちか。じゃあ行くぞ。せーの。心臓を握りつぶして。そんなわけねえだろ。悪魔みたいな始まり方だな。じゃあ俺が歌うよ。五十嵐頼むぞ。せーの。言うこと聞かねえやつはまず殴る。ダメだよ、考え方昭和すぎるわ。ああ思い出したわ、ちゃんとやってくれよ。行くぞ。せーの。君が。国家だよそれ。もう先生見本歌ってください。お願いします。おお、任せろ。せーの。希望あふれるたくあんこ。おおんち。あお前らどうしたんだ。五月病でやる気が出ないの。いつも出てないけどな。メタモになりたい。どんな願望だよ。ゴールデンウィークも終わっちゃって夏休みまで耐えられないっすよ。夏休みまであっという間だ。頑張れ。スライムになりたい。みんなとろけてんな。おい、掃除の準備しろ。後輩にやってもらう。後輩？ルンバじゃねえか。ホキ使うな。掃除ぐらい自分でやれ。
ほうきって知ってるか？お前らもういい。授業の準備するぞ。今日何すんの？昼寝だ。最高！中間テストの勉強してきた？私は全然してない。めっちゃしてきたやつの言い方だな。お得な家系が天下統一したんだっけ？徳川家康な？本当にしてなさそうだな。テスト範囲ってどこ？明治維新から現代だよ。ギャル革命から未来までの勉強してきちゃった。聞いたことねえよ。ギャルが勝手に革命起こすな。みんな、疲れ切った顔してどうしたんだ？お前だよ。多分一夜漬けしてきただろ。俺のどこを見てそんなこと言ってんだよ。クマだよ。イガラシめっちゃペンス進んでんな。できた、火山灰。何書いてんだよ。おい西川、え、イガラシのカンニングさんな。お前は0点だ。ん？駅員さん。はい。終電は？今行っちゃいましたよ。ないぽよー。どうする？次は始発しかないのでタクシーとかで。あ、そうだ。え？来て。おう、大丈夫か？誰かー。本当にこれで行けんのかよ。行けるっしょ。期末テストの採点でこんな時間だわ。ん？誰か止まって。タクポヨ、何しとるんだ。え、バラッチ天才、うちまで送ってって。お願いします。勝手に乗るんじゃないバカ野郎。いいでしょ、一人でボソッと帰るより若い子とドライブできて。うるせえギャル強。駅員さん、どうしたんだい。遅延症が欲しいんだ。今日は遅れてないよ。くそー。今日はある人がクラスに戻ってきました。誰？舐めてるやつならぶっ飛ばすぞ。いてててててて。あ、どうも。あ、あ、のぶのぶたです。のびのびただ。違う、のぶのぶた。お前どこ行ってたんだよ。原始時代にタイムスリップしてたんだ。嘘つくな、ぶん殴るぞ。本当なんだ、信じてよ。じゃあ行った証拠あんのか。連れてきたよ、マンモス。落ち着くんだ、マーボー。おい、あいつどうにかしろよ。僕に言われても。いやよっしゃ、バーベキューしよう。しずかちゃん、ちげえよ。そろそろ降りる準備しろよ。今日だ。ミーアキャットか。鳥間腹減ったし TKG 食べたい。東京らしいもの食えよ。ちょっと木刀買ってくるわ。お土産で買ってくやつだろ。乗り物用意したからホテルで寝てくるわ。離脱早いな。着いたばっかだぞ。おりゃー、何やってんの。スカイツリーの上に石乗せたらいいことあるんでしょ。神社でやるやつだよ。634メートルもあるんだぞ。届くわけ。いけたよー。何やってんだよ。大ニュースになるぞ。あっさっくうさでみっちっくうさっくつしたくっさ、こんな時に何やってんだよ。記念にタトゥー掘ってきた。絶対後悔するぞ。たー、超最高。植えてる。上右下、上右右右。なんでポンデリング。穴開いてたらダメだろ。次こっちね。味変えてどうすんだよ。視力検査しろよ。何それ、美味しいの。ふざけてんな。どこからでもかかってこい。胸を気合入ってんな。目いいんだな。どこかしらです。ずるいな。じゃあお願いします。VR してくんな。それじゃ検査できねえだろ。そんなもんやってみねえとわかんねえだろ。え？じゃあ向いてる方向は未来っす。そういうことじゃねえよ。お前らちゃんとやれよ。じゃあ西川検査するぞ。向いてる方向教えてくれ。わかりません。日本チャ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 、日本チャ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 。一個多いよ。やっぱスポーツ観戦といえばタラバガニだよね。聞いたことねえよ。普通コーラとかだろ。いや、アナコンダの血だろ。気持ち悪いな。どこに売ってんだよ。感動するぜ。早えよ。まだ始まってないぞ。てかバレエって99人でやるんでしょ。コートパンパンなるわ。バレエは1チーム6人だよ。そっか、6対6でボール使って殴り合うんだよね。殴り合わねえわ。スポーツマンシップのかけらもねえな。始まったぞ。お、いいぞ。わあ、ナイス。あ、よっしゃ、頑張れイタリア。どこ応援してんだよ。俺たち日本人だろ。だってイタリア人イケメン多いんだもん。日本だってイケメンいるよ。お、え、あれなんでイガラシいいんだよ。イケメン。本当にお前らはどうしようもねえ奴らだ。たくさんの人に迷惑をかけて親を悲しませて本当に不良の集まりだ。でもお前らは仲間だけは大切にできる。だからよ、これからも仲間だけは裏切るなよ。よし、チーズ。よし、じゃあお前ら走るぞ。は？は？夕日に向かって走る。なんでだよ。二人青春だね。本日山手線は終日運休となっております。ん？お兄さん。え？今日山手線は線路工事のため走りませんよ。え？一日っすか？あと35時間は電車来ませんね。マジっすか？
じゃあどこで待てばいいんすか。待たないでください。他の路線やバスを使ってください。いや俺ネットフリ入ってるんで35時間なんて余裕で待てるっすよ。待たないでください。ここにいられても困るんですよ。いやでもマジ俺動画見てる時の集中力パネっすよ。見ます？見ないですよ。とにかく他の手段を考えてください。まあ駅員さんと朝まで麻雀もありっすね。ないよ。泣いちまったよ。お前のせいで俺まで寂しいよ。早く帰ろうぜ。だるかった。すごい。お前たち卒業おめでとうな。バラッチが書いたの？この人と一緒にな。どうも駅員さん、卒業おめでとうございます。皆さんに遅延証を何枚配ったんでしょうね。いつもあざぽよ。今まで皆さんは電車に乗る側でしたね。でも明日からは自分という電車を自分で運転しなければなりません。はい。特急で進むのも快速で進むのもあなた自身です。はい。でも時には停車したくなる時もあります。はい。そのために駅があります。皆様にとって一番安心のできる場所を見つけて、各駅停車でもいいから進んでいってください。以上、俺の言うことは聞かないお前たちの最後の授業でした。バラッチー、チース。チース。遅延症ですか？ちげえよ、白馬にスノボ行くの。あ、いいですね。輝き乗ったらすぐだよね。はい、大宮を出たらすぐ長野で、そこからはバスが出てますね。あざぽよー。あざーす。え、バス止まってんの？ごめんね、バスのエンジンが凍っちゃってね。もう私が燃やしてあげようか？いやダメだよ。まあ諦めるしかないよね。だな。え？え？お前らここで何しとんだ？バラッチ？バス止まっちゃってスキー場まで乗せてって。嫌だね。これから温泉に行くんだよ。バラッチあざぽよー。あざーす。いいって言ってねえだろ。ギャルとヤンキー強。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよ。これからクラス写真撮るので並んでください。おはぽよ。どうしたんだ、おでこ押さえて。アイロンで火傷したの。ハリーポッターみたいだな。バンガーリアムレビオーサってやらせんなよ。チース、イガラシ、お前も火傷したのか？昨日の怠慢で怪我したんすよ。鬼滅の刃の炭治郎みたいだな。水の呼吸一の肩ってやらせんなよ。お前らこれから写真撮るんだぞ。それ来月にしてくんない？賛成。ダメだよ、みんな準備してんだから。はーい。お前ら早くしろ。榊原先生、どうしたんですか？ちょっと実験に失敗してな。ブラックジャックじゃん。大変だ、ホームで五十嵐が喧嘩してるってさ。誰と？ヤバそうなおっさんと。え？とりあえず行こう。お前が抜かしたのよ。お前だろうがよ。こわ、ほっとこうぜ。俺が先に並んでたのよ。俺だっつってんだろ。年上になんだその態度は。今は関係ねえだろ。どうすわ。あ、やってみろクソが。二人まとめてぶっ飛ばしてやんよ。え？特ぽよ、しょうもないことで喧嘩してんじゃねえよ。こいつが俺の順番を抜かしたのよ。いやこいつだよ。どっちでもいいわ。てかここ始発なんだからみんな座れるっしょ。ああ、そうだな。ちょっと東京リベンジャーズ見てるから静かにしてて。ギャル強。まもなく浅草行き列車発車します。じゃあお前ら来週からも頑張れよ。はい、横山さん、ごちそうさまでした。ゴチでーす。次は割り勘だぞ。いってえなあ。あ、じゃねえよ、ぶつかっといて。すいません。舐めてんだろおい。いた。何すんだよおい。やんのかおら。やめるのよ。あ、こいつら謝ってんだろ、大人なら許すのよ。めんどくせえ。お前らもガキじゃねえんだ、みっともねえまねすんなよ。すいません。じゃあ帰るか。おい、先輩かっこいいっすねとかはないのか？いや、かっこいいんですけど。なんだ？歯に乗りついてますよ。どげぇ！おーす。遅延症ですか？15分の欲しいっす。どうぞ。あざーす。おはーす。いがらし、またお前は遅刻か？いや、電車の遅れっすよ。嘘をつくな！ガチっすよ。この際お前に言いたいことがある。DJ タクポよ、カモン！いがらし、お前は遅刻バカ。すなわち、お前はすごくバカ。一本早めの電車の例。べっぴん、お前の女ずり。あ？俺の女はべっぴんさん。お前の授業はバッテンさ。すぐに怒るのだっせーな。すぐにトークがだっせんだ。判定は？ 3 対0で、イガラシ。おい、あ、職員室に来い。だる。よし、椅子に座れた。寝てくか。空いてないね。だな。あれ、この子もしかしてお腹に赤ちゃんが？ねえねえ、名前どうする？あー、ゼニスケとかは。アリよりのアリ。それか亀次郎。ダサ。やっぱりか。
子供の名前を考えてるのね。あ、やっぱ亀男は？あ、いいんじゃね。どんな名前だよ。あ、席譲ってやるか。お姉ちゃん。は？席座れよ。いいの？お腹の赤ちゃん大事にな。は？何言ってんの？え？私イカ水だからご飯食べたらお腹出ちゃうの。え？だって子供の名前も。あ、それポケモンの名前ね。ゼニガメに名前つけようと思って。くそが！チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。はい、どうぞ。あざぽよー。おはぽよー。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。胸を走れ。うおー、石川俺にくれ。はい、ナイスパス。五十嵐のやつ体育だけは真面目だな。当たりや。照れんなって。うるせえ、終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。おい、待って、どうしたらいいの？はい。ギャルすよ。エキーさん！どうしたんだい？寝坊して学校に遅れそうなんです。たく、しょうがねえな。さすがエキーさん。特別に遅延症やるよ。ありがとうございます。ちょっと転校生が遅れてるみたいだな。調子こいてたら俺が潰すわ。どんな人だろう。遅れましたー。いてて。あ、ノブくん、待ってたよ。あ、遅延症なくしちゃったー。まあいいよ。じゃあ自己紹介を。はじめまして、ノブノブタです。なんか見たことある。てめえ制服はどうしたんだよ。ああ、急いできたから忘れちゃったんだよ。舐めてんのか、おら。やめてよ。ちょっと来い。やだよ。やめたれよ。お前も制服着てねえようなもんだろ。静香ちゃん。よ。エキーさん、ゲーセンはどこですか？西口のケンタッキーの隣ですね。ありがとう。タクポヨのやつ、補習をサボりやがって。いってらっしゃいませ。あと1回で取れそうだな。絶対取るぞ。お前ら、え、タクポヨ見てないか？あ、プリクラの方にいると思います。プリクラな。イエーイ。おい、タクポヨ。ゲー。お客様すいません。なんだ、プリクラは男性だけでは入れませんよ。あ、ふざけるな、あいつに話があるんだ。バーカ。おい、男が入ってんだろ。女子と一緒ならいいの。うっす。ふざけたルールだ。入りたかったら女の子と一緒においで。タクポヨ。ギャル強。やばい、電車遅れる。ぽよちゃん、荷物持つぜ。さすが、かっこいい。楽勝だぜ。ご了承ありがとうございます。おれ、おい、あれ、お客様は拝見しますね。カエル化現象来た。え、自動改札で引っかかるなんてマジカエル化じゃん。なんだよそれ。せっかく荷物持ってくれて行けてたのにマジなえる。そんなの仕方ねえだろ。はい、それもカエル化現象。は？ストローを口で探すの冷めるわ。ギャルは？わあ、カモメだ。やっと見れてよかったね。すごいすごい。いってー。ああ、兄貴が怪我しちゃったよ。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんで済んだら警察いらんわ。かーね。だよね。いや、そんな。お母さんの息子さんがぶつかってきたんだから責任取らねえとな。新幹線乗るお金があるなら払えるよな。わかりました。いくらですか？全部で。てめえらだっせえな。え？なんだてめえ。お母さん、こんな奴らに払う必要ないっすよ。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。おい、ちょっと立ちんか。何やってんだ。やべ、逃げんぞ。また来るからな。お兄ちゃん、しっかりして。お姉ちゃん。バカだな、今のお前じゃ勝てねえよ。教えてくれよ。強くなりてんだよ。明日から特訓な。はっはっ。はい、終年まで繰り返すよ。こんなんで強くなんのかよ。はっ。何事も基礎が全てなの。黙ってやれ。ホームで何やってんだ。はっはっ。はい、一回一回集中して。僕にも教えて。え、ママを守るのは僕だ。男じゃん。はっはっ。何事だ。マジであいつ雑魚だったな。俺らに怖いもんねえよ。おい、あれ、前ボッコボコにしてやったクソザコとクソガキじゃねえか。慰謝料払いに来たか。いやだね、僕もママも謝ったもん。だから前も言ったよな、ごめんで済んだら警察いらねえって。つまんな。あ、クソつまんねえなお前ら。てめえぶっ殺すぞ。
なってもいいのか。やめてください。やめろ。はっ、おっ、え、強すぎる。俺たちは誰かを守るために強くなる。遅れちゃう。急げ。はい、列車発車します。マニポよ、コンビニ寄ってたら終わってたな。だね。タクポよ、着いたぞ。あ、うん、行ってらっしゃいませ。学校だりな。え、駅ってタバコダメだよな。当たり前じゃん。何見てんだよ、ポイ捨てすんなよ。関係ねえだろ。どこもかしこもゴミ箱だよ。イカれてんな。あんた耳に団子詰まってんぞ。は？イヤホンだよ。あとそんなガラスの板握りしめて何やってんの？は？スマホのこと？何それ、かっこ悪ー。ねえねえ、イガラシ、もしかしてここって昭和？一体何が起こってんだよ。私たちタイムスリップしたってこと？わかんねえけど、とりあえず戻ろう。うん、奥に詰めてください。押しますよ。おい、どんだけ乗ってんだよ。人に押し潰されるって。いつもこんなもんだぜ。乗車率は 300% だ。弱えもんは負けるだけ。毎朝命がけさ。ここまでして会社行きてえのかよ。キモンポよ、まだ入りますよ。詰めてください。キャー、タクポよ。やばい、イガラシとはぐれちゃった。タクポよ、大丈夫か。おい兄ちゃん、いいケツしてるな。やめろ。うち女がそうイライラすんだよ。痴漢で訴えてやる。こんなことで痴漢になるわけねえだろ。挨拶だよ挨拶。信じらんない、 X で拡散してやる。え、 X ジャパンのこと。おい姉ちゃん、俺にも触らせてくれよ。は、いけいけ。誰か助けて。いけいけ。誰か助けて。やめとけよ。なんだこの野郎、やりすぎだろ。警察呼ぶぞ。クソッ、誰が。正義気取りかよ、クソが。ありがとう。車内はまるで動物園だ、気をつけろ。腹いてー。トイレならそこだ。ああ、ありがとう。停車中はできねえからな。お、おう。え、ここ本当にトイレかよ。線路丸見えだぞ。ってことは垂れ流しにしてんの？考えらんねえ。おせえよ、便秘なのかこの野郎。すぐ出るよ。昭和のおっさん怖。あれ、さっきの女どうしたの、振られたの。さっきはぐれちゃって LINE してみるわ。 LINE？ あれ、え、スマホがない。さっきの板みたいなやつ。そうだよ、どっかに落としたんだよ。これじゃ連絡できねえよ。そんな大事なもんなの？当たり前だろ、あれがねえと電話もできねえし金も払えねえよ。大事なもん全部板に入ってんだ。どうしよう。次で降りて伝言板書きに行こうか。伝言板？いいからついてこい。イガラシ出ないな、何やってんだろう。そうだ、伝言板行ってみるか。何それ。駅にある黒板だよ、みんなそこに伝言を書いてくんだよ。効率悪ぽよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。駅員さん手痙攣してんの？リップを見せください。私スイカなんだけど。ふざけてるんですか、不正乗車じゃないでしょうね。ちげえよ。では早く切符を見せなさい。あ、これです。あ、どうぞ。あざぽよ。お、伝言板に何か書いてあるぞ。イガラシの字だ。ハチ公前ってこの時からあったんだ。よし、ハチ公に行くぞ。うん。本当に来んのかよ。さあね、すっぽかされるかもね。え？スマホねえと不安だな。お、イガラシ。タクポよ。本当にここにいたんだ。伝言板見たのか。うん、汚ねえ字だった。スマホなくても会えるもんだな。このお兄さんのおかげだよ。姉ちゃんのしてほしいことが俺のできることだぜ。ありがとう。俺もこの人のおかげだ。スマホなんか知らねえけど、大事な女の番号ぐらい覚えとけよ。だな。はい、間もなく発車しまーす。あ、あれ乗ろっか。お、二人ともありがとうね。ありがとう。クソが、俺は何も。ちょーん、仲良くしろよイガラシ、降りるよ。お、お、駅員さん、今って令和ですか？はい、そうですが。戻ってきたー。よかったー。どこに行ってたんですか？いろいろとむちゃくちゃだったけど、自由で愉快なとこ。思ったより悪い人ばっかじゃなかったな。それならよかったです。またお待ちしてますね。シューン！すげー！どうされました？私のスマホがなくなったわ。俺が痴漢に疑われたのよ。どっかで見たことある気が。だね。何なの？急に呼び出して。卒業前に二人で話したいなって思って。何それ、草。来週さ、ご飯行かない？おい、ちょっと待てよ。え？俺の女誘ってんじゃねえ。ちょっと五十嵐、別にご飯ぐらいいいだろ。てめえ舐めてんのか？うるせえんだよ。怒ってこいよこれ。ちょっと二人とも。ハッピーバースデーぽよちゃん。え？誕生日おめでとう。は？ドッキリでした。なんだよ、もう喧嘩終わりかよ。え？やるなら死ぬまで喧嘩しろよ、この根性なしが。あ、祝ってやったんだぞ、喜べよ。は？誰も頼んでねえし。
せんだよ。てめえふざけんじゃねえぞ。ちょっと二人ともやめてよ。ハッピーバースデー胸よ。え、ドッキリ大成功。やる強っ。やるならもやるなら死ぬまで喧嘩しろよ。やるなら死ぬまで喧嘩しろよ。この根性なしが。ドッキリ、ドッキリ大成功。ドッキリ大成、ドッキリ大成功。え？え？え？ボーリングでも行く？いいね、行こうぜ。お、どうした？誰か財布忘れてんじゃん。駅に届けようぜ。そうだな。すいません。どうされました？これ電車に落ちてました。ご協力ありがとうございました。お金取ってたわよ。は？何言ってんだよ。お客様どういうことですか？どう見ても人のお金を取りそうな二人組でしょ。その財布から取ったのよ。本当ですか？いや取ってねえよ。俺らが取った証拠あんのかよ。証拠も何もまともな教育を受けてないような顔してるじゃないの。そういうやつはね、盗むのよ。もし取ってたとしたら警察沙汰になりますよ。やってねえ。本当だよ、信じてくれよ。ほれ見なさい、嘘つくほど慌てふためくのよ。駅員さん、財布落としちゃったよ。あ、もしかしてこれですか？あ、そうそう、君たちが拾ってくれたのか。はい、はい、ありがとな。少ねえけどこれ持ってけよ。え、見た目によらずいい青年たちだな。ほんじゃまた。シャーシャーシャー。じゃあもう時間がないので、文化祭の出し物は雑巾絞り体験でいいですか？いいわけねえだろ、誰が来んだよ。じゃあ他に案を出してください。お化け屋敷とか？ベタすぎるだろ。メイド喫茶とか？めんどくさいよ。喧嘩自慢でよくない？決定。待て待て待て、ブレイキングダウンで流行ってるけどさすがに学校ではやらねえだろ。1回100円で私に勝ったら100万円とかにしたら？お前がやられたら100万円どうすんだよ。その辺のやつに負けるわけねえだろ。今までどんなやつと戦ってきたと思ってんだよ。こっちは背負ってるもんが違げんだよ。うん、ここはスルーしとこ。それか、一番誰がコンクリぶっ壊せるかやる？一個もぶっ壊せねえよ。現実的なの頼むよ。じゃあひろゆきさん呼んできて、ディベート対決とかは？誰が勝てんだよ。高校生であの人に勝てる人いねえよ。ならあれやるしかねえだろ。なにパンケーキ屋さん。いいとも。パンケーキ屋さん、パンケーキ屋さん。ブレイキングダウンで流行ってるけどさすがに学校、いいとも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 。食欲の秋。スポーツの秋。アンジェラ秋。最後ちげえだろ。スポーツの秋ということで体力テストを始めます。淡々と行くな。まず50メートル走から行きます。よーい、ドン。シャー、あー、チーズ。胸を8秒5、イガラシ6秒3、タクポヨ4秒ジャスト。世界記録じゃねえか。ボルトも腰抜かすぞ。次は握力か。うん、55キロか。粉になっちゃった。こーわ。最後はシャトルランナー。もうダメだ。胸を。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は。アンジェラの秋だ。なんか五十嵐滑ってない？俺の走るとこ凍りつくみてえだ。エルサか。コツジって申しますか？エルサショットガン。やばい、二度寝したせいで遅れそう。マジで坂木原うぜえよな。今度あいつのカバン隠してやろうぜ。てか今からやりに行こうぜ。いいね。すみません、そこ開けてもらってもいいですか？なんだてめえ、五十嵐にどけっつってんのか。いい度胸してんな姉ちゃん。いや、そこ通りたいだけです。他んとこ通ればいいだろ。てか何持ってんだよ。やめてください。はぁ、こんなもんこうしてやるよ。コンパクトになってよかったな。めんどくせえから行くぞ。あ、なんでこうなるの？私は普通に生活してるだけなのに。お姉ちゃん大丈夫？なんか白杖が壊れちゃって。大丈夫ですか？予備が家にあるんで平気です。ホームまでご案内しますね。ありがとうございます。おい、これ、はい、お前のハンカチだろ。あ、ありがとうございます。こいつどっか悪いのか。さっきの白い棒はなんだ？じゃあ行きましょう。はい。今日は白杖について学んでいきます。ん？つまんねえな、サボろうぜ。行こう行こう。白杖とは目が見えない人や弱視者といって目が見えにくい人が使用するもので。おい、五十嵐行こうぜ。ああ、先行ってて。らしくねえな。使用してる人にとっては命の次に大事なものです。そうだったのか。
てか何持ってんだよ。やめてください。昨日の人たちいないといいな。見つからないように早く帰ろう。あ、この前の。ん？誰か展示ブロックの上にカバン置いてやがる。よいしょ。何やってるのよあんた。あ？私のカバン盗もうとしたわよね。いや、してねえよ。ちょっと誰か警察を呼んでちょうだい。ちょっと待てよ。何事ですか？このチンピラが私のカバンを盗もうとしたのよ。本当ですか？ちげえっつってんだろ。こんな見た目のやつ泥棒に違いないじゃない。お兄ちゃん、事務室まで来てもらおうか。ふざけんなよ。いいですか？はい。その人の話聞いてあげてください。そいつは盗もうとした犯罪者よ。私は小3の時から視力がだんだん落ちてきて、今はほとんど見えてません。え？やっぱりか。見えないからって何なのよ。こいつはね、私のカバンを盗もうとしたのよ。だからそうじゃねえって。人を見た目だけで判断してませんか？人は見えるもので何でも決めすぎです。着ている服や髪型だけでその人のことを分かった気になってませんか？そんなことないわよ。私から見たその人はそんな悪い人には見えません。お兄ちゃん、なんで人のカバンを触ったんですか？カバンで遮ってたんだよ、展示ブロックを。え？悪情のやつがつまずいたら危ねえと思ってよ。そうだったんですね。チューン。ありがとう、五十嵐君。なんで名前を？声聞いたらすぐ分かったの。前にぶつかった人だって。こないだは俺のダチが、ごめんなさい。金はバイトして返すから。そんなのいいよ。その代わりホームまで案内して。おう。黄色い展示ブロックの内側にお下がりください。じゃあ今日はマックにしよう。いいけど、この前も食わなかったか。美味しいからいいじゃん。あ、ちょっと段差あるぞ。うん。おい、隣にいるやつは誰だ。お父さん。あ、五十嵐って言います。なんだそのだらしない髪は。服装もチャラチャラしやがって。うちの娘に触るな。お父さんやめて、五十嵐はいい人だよ。ふざけるな。障害を持ったこの子をこんなやつに任せられるか。お父さん、俺もっと頑張ってタクポヨにふさわしい男になるんで。気安くお父さんと呼ぶなクソガキが。タクポヨ非常。五十嵐。タクポヨ。五十嵐、目が覚めたの？大丈夫？タクポヨ。え？好きです。ありがとう。私、表情や仕草がわからないから言葉で言ってもらえるとすっごく嬉しい。治ったらマック行こうな。うん。来週から教習所だな。免許どっちにすんの？今の時代はクラッチのない自動変速機付き自動車で十分だよな。オートマって言え。長ったらしいな。俺は峠道をかっこよく走りてえから、ミッションにするぜ。何飲んの？ハスラー。オートマでいいだろ。なんでもう乗ってんだよ。しかもランボルギーニじゃねえか。この辺私んちの敷地だから。嘘つけ、学校だぞここ。私ね、本当はみんなと一緒に免許合宿とか行きたかったのにね、免許取れないんだって。え、なんで？免停食らった。免許持ってたのかよ。何違反したんだよ。車改造したの、マリターみたいに。その技術がすげえよ。トヨタ入ったら？みんなはどこで免許取んの？俺は冬の長野。雪道怖えぞ。スリップして事故んなよ。俺はアフリカのジャングル。教習所ねえだろ。いろんな猛獣に邪魔されるぞ。私が行ってた教習所紹介しよっか。どこ行ってたの？アバシリ。刑務所じゃないよね。このクラスの合唱の課題曲は夜遊びのアイドルでいいですか？むずすぎんだろ。ノーマルでも歌えねえのに。この曲は混声8部合唱です。パート分けすぎだろ。じゃあカントリーロードでよくない？あ、定番だしね。ちょうど1年前に。高橋ジョージのロードだよそれ。なんでもいいけど明日本番だから頑張ろうぜ。もう間に合わねえよ。カントリーロード、この道。一国道の歌い方すな。ずっと行けば息継ぎクロールみてえだな。あの街に続いてる気がする。めっちゃ感情こもってる。カントリーロード金賞は3年 P 組です。イエーイ。やるときゃやるな。気がする。カントリーロあれ、サッカー部が練習してる。おい、五十嵐うまいな。
ボール取ってきまーす。いや、ちゃんとシュート決まってたよ。だりー。お手本のようなサボり方してる。いがらし、顧問が来たよ。殺しますか？スナイパー雇ってんの？やれ。やるな。それじゃあ外周10周だ。だりー。始め！顧問の周りだけ回ってない？顧問もなんで気づかねえんだよ。じゃあ試合を始めるぞ。本日の試合はタクアンスタジアムで行われます。解説は横山さんに来てもらっています。こんばんは、お願いします。ズバリ今日の注目選手は誰でしょうか？なんといっても五十嵐選手ですね。彼のプレーが楽しみです。はい、五十嵐選手はここまで30試合で60点を決めております。今後日本代表の選手に選ばれるでしょうね。前回の試合もびっくりさせられました。あんなオーバーヘッドができるなんて高校生とは思えないですね。あれは私もびっくりしましたね。新世代のクリスティアーノ・ロナウドと呼ばれるだけありますね。まあ、私はメッシ派なんですけどね。どちらでもいいんですが。それでは試合スタートです。よっしゃ行くぞ。一発レッドじゃねえか。じゃあ帰ります。サボり方怖。ママ、どけ。どこへ行っちゃったの？邪魔なのよ。ママ、どうしたチビ？迷子になっちゃったの。母ちゃんと来たのか？うん、探してやりてえけどこれからバイトだからな。しゃあないか。よしチビ、一緒に探すぞ。誘拐犯がいるわよ。あ、何事ですか？このチンピラが子供を泣かして誘拐しようとしてるわよ。いや、迷子だから一緒に。言い訳はゴミよ、子供から離れなさい。何なんだよ。お姉ちゃん行かないで。え、大人はみんな怖い人ばっかだ。でもお姉ちゃんの子は助けてくれたんだ。チビ、そのおばさんは嘘つきだ。子供が言うことに嘘はありませんね。ソウスケ、ママ、よかった。皆さんご迷惑おかけいたしました。じゃあ俺はバイトあるんで。お兄ちゃん助けてくれてありがとう。じゃあな。じゃあ私もここらで。足爪さん、あなたはそろそろレッドカードですよ。みんな始まったよ。来た来た。みんな何見てんの？バラッチの授業終えてのアフタートーク。なんだそれ。インスタライブでね。アーティストみたいなことやってんな。アフター授業を始める。お前ら席につけ。本当にやってる。コメント読んでくぞ。ギャル最高 GKP さん。だいたい予想つくな。バラッチの授業ダルポよ。ふざけるな。誰だわいは。わかんねえのかよ。エビ好きの金髪さん。絶対イガラシだろ。バラッチ変顔のエフェクトつけてる？つけてるか。これがノーベルだ。めっちゃいじられてんじゃん。胸尾の大冒険さん。胸尾大冒険してんの？バラッチの顎ってスコップですか？そう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 、ここ掘れワンワン、顎で掘るってバカ野郎。コメントに切れてくタイプの配信者みたいになってる。今日授業でやった水上痴漢分かりやすかったです。あ、それはよかった。バラッチ別の痴漢してそうで草。ふざけるな。水上痴漢法。先生、生徒に何を教えてるんですか？漢字が違うわ。通常授業よりこっちの方が向いてますよ。転職するか。学校だるぽよ。サボろうぜ。クソゲ。え、次は木更津。木更津でござ。え、皆さん大丈夫ですか？いってー。大丈夫か？何事よ。え、なんであれは。目が覚めたようだな、弱き人間ども。あなたは誰ですか？私はこのゲームの主催者、キリン仮面だ。キリン仮面？どういうつもりですか？お前たちの不満だらけの退屈な人生に少しのスパイスを与えてやる。どういう意味だ？警察に通報よ。ふざけるのもいい加減にするのよ。黙れ。私はお前たちにチャンスを与えているんだ。は？ルールは簡単。このデスゲームに勝ち残った者が賞金30億を手にする。30億？デスゲームってどういうことだよ。生きるか死ぬかのゲームだ。ふざけるな。俺たちが何したって言うんだよ。周りを見てみろ。え、楽しそうじゃん。お前がやるなら。30億は私のものよ。これで億万長者なのよ。ちょっと皆さん、周りを見てみろ。え、楽しそうじゃん。お前がやるなら。30億は私のものよ。これで億万長者なのよ。ちょっと皆さん、最初のゲームはこの揺れる電車内でバランスを取り、最後までこけずに立っていられたらクリアだ。皆さん本当にやるんですか？楽勝なのよ。甘く見られたもんね。30億、浮かれすぎだよ。それではゲームスタートだ。余裕なのよ。結構早いわね。いけいけ。油断すんなよ。確かこの先急カーブが。うわ、みんな踏ん張れ。おっさん弱。きそげ、案外難か。嘘だろ。横山さん、おい、どういうことだよ。何度も言わせるな。
これは生きるか死ぬかのゲームだ。こんなことして許されると思ってんのか。タクボヤ絶対こけんなよ。今回の脱落者は1名だ。こんなの狂ってやがる。もう終わりにしろ。本当に死ぬなんて聞いてないわ。人間はいつもそうだ。自分の命が危険にさらされるとき、わめき散らし命乞いをする。当たり前だろ。勝ってない生き物だな。お前たちは動物たちの命乞いに一度でも耳を傾けたことがあるか。は？豚や鳥や牛たちの命乞いに一度でも耳を傾けたことがあるか。それは…次のゲームは綱引きだ。2番線と3番線で向かい合って綱を引き、落ちた方が負けだ。誰かは必ず死ぬってことかよ。その通りだ。早くペアを組め。やるしかねえな。駅員さん、頼んだわよ。それではゲームスタートだ。バーディアーへぇよいしょ。おい、地面が滑るぞ。え、なんで。この綱引きは運の要素も含まれている。どちらかのホームに油が巻かれている。くそー、もうダメかも。タクボヤ、今までありがとうな。こっちのセリフだよ。決まったか。いたたたたた、腰を痛めたわ。え、力が入らないわ。うわ、何が起こったの。ガキンチョに負けちゃったわ。なんでわざと落ちたんだよ。落ちた方が死んじゃうんだよ。生き残る理由がないのよ。え、未来ある人が生き残るべきよ。しずめさん、年寄りが先に死に若者が生きる、シンプルなことよ。駅員さんには悪いけどね。これが正解だと思いますよ。ありがとうね、若者よ。必ず生き延びてください。このゲームが終わっても君たちのゲームは続く。なんならこのゲームなんかよりも理不尽でどうしようもないことばかりの世の中だ。でも未来を信じて生きてください。わかりました。仲良くするのよ。バカな生き物だ。最後は一人ゲームだ。音楽が鳴り終わった時にこの椅子に座った者が勝者だ。おい、ちょっと待てよ。一人しか生きて帰れねえってことじゃねえか。最初からそのつもりだったの。金メダルが2つもあるオリンピックが楽しいか。勝者は一人で十分だ。ふざけんじゃねえ、出てこいてめえ。それでは最終ゲームスタートだ。おい、どうすんだよ。このままだと2人とも死んじまうぞ。どっちかが死ぬっていうなら俺が死ぬ。簡単に死ぬなんて言うなよ。え、私たち命を懸けてくれた人がいるんだよ。二人で生きよう。そうだな、何か方法があるはずだ。考えよう。はバーカ。おい、何やってんだよ。ずっと考えてたの、私の生きる理由ってなんだろうって。は、私は五十嵐のそばにずっといたい。俺もだよ。だから一緒に生き残る方法を。無理なの、このゲームは一人しか生きられない。そんな、だから私は走り続ける五十嵐を遠くでずっと見守ってる。無理だよ、お前がいなきゃ。できるよ、五十嵐はすごいんだよ。どこもよ、泣くなよバーカ。うわあ、また会おう。生きてやる。チーズ。うっす。中傷ですか。20分のちょうだい。俺もっす。では80分におまけしておきますね。あざぽよー。あざっす。おはぽよー。うっす。お前たちなんで遅れたんだ。私はね、めっちゃ怖いお兄さんに絡まれるの待ってたの。そんなの待つなよ。俺はここまで来るのにパンクしちゃったんす。一輪車、自転車で来い。本当は道路に犬が横たわってたから回復の呪文唱えてたの。嘘つけ。本当は急に警察に囲まれて職務をされてたっす。職質じゃないんだ。本当はお魚くわえたドラ猫追っかけてたの。サザエさんか。本当は変わった髪型のお姉さんが後ろ歩きで手招きしながら笛吹いてたんで追いかけてたっす。それも多分サザエさんじゃ。お前ら本当は何で遅れたんだ。自転車です。最初から出せ。俺は見たっってんだろ。触るんじゃないわよ。てめえ、いい加減にしろや。人殺しよ。お前やめろ。何すんだ
だ。あんな弱いおばさんをいじめて楽しいか。そうじゃねえんだって。どうしようもない不良だな。もっと他のことができんのか。あのばあさんが悪いんだって。誰か警察を呼んでください。警察ですか。駅前で高校生がおばあさんに暴力を。だからちげえんだって。聞いてくれよ。恐ろしい。きっとこいつの家庭は貧しくて金欲しさにおばさんを襲ったんだな。ひどいことするな。もういいって。皆さんよく聞いてください。え？この子が全てを話してくれました。どういうことだ。私の切符を奪ったんです。そのおばさんが。え？それで五十嵐くんが代わりに取り返そうとしてくれたんです。そうだったのか。ひどいババアだ。おめえらもひでえだろ。は？は？すぐに周りの言葉に流され、批判していたら批判する、そして称賛していたら称賛する、群れでしか動けない弱い人間だ。見た目だけで悪だと決めつけ、寄ってたかって言葉の暴力をぶつける大の大人が、なぜ本質を知ろうとしない彼の言葉になぜ耳を傾けなかったんですか。言葉というものは便利なものです。だけど時にナイフより尖った武器となり、人を簡単に殺してしまう。彼に心から謝罪してください。ごめんなさい。申し訳なかった。俺はいいっすけど、二度と誰にもすんじゃねえぞ。はい、分かったよ。ちょっと待て。あんたは犯罪ですよ。警察に行きましょう。チュー。えい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 。何してんの。日本って年越しの瞬間ジャンプする決まりでしょ。そんな決まりねえよ。あと30分で年越しだよ。長えな。ジャンプするならギリギリでいいだろ。ほらみんなもジャンプして。次の発売日月曜日だぜ。これ週刊少年ジャンプだろ。漬物村のたくあん坊やが最終回だってさ。聞いたことねえわ。よく続いてたな。あと30分か。シャンプーなそれ。頭はげるぞ。どうせならみんなで焚き火しようぜ。ジャンプだよそれは。まもなく年越しでございます。3、2、1、電車もジャンプしたー。タクポヨ何お願いすんの。宇宙平和。規模でか。初詣頼ぽよー。ちょっとあんたたち。何？ホームで初詣ができるみたいよ。え？本当かよ。あそこにお賽銭があるでしょ。きっと願いが叶うわよ。せっかくだしやってこ。そうだな。バカなカップルでよかったわ。これで今日は稼ぐわよ。じゃあお寿司食べ行こう。おう。これから初詣ですか。さっきホームでしてきたよ。ホームで？おばさんが教えてくれたんすよ。最近できたんじゃないの。そんなのホームにないはずですよ。皆さん騙されてます。ええ？稼いだ稼いだ、あとは逃げるだけね。おいこらてめえ。よくも騙してくれたな。許さねえぞ。あいつら調子乗ってんな。一回ボコった方がいいんじゃね。かもな。飲みまーす。あ、大丈夫か。頭から血が出てるぞ。どうしたんですか。そこに全てこけたんすよ。すぐに救急車を。わかりました。あんたたちが転ばせたんじゃないの。は？さっきもボクってやるとか言ってたわよね。それはちげえ話だよ。どういうことですか。自分たちでやっといて知らまくれるのね。俺たちは何もやってねえよ。力の弱い子供をこんな目に遭わせて物事の善悪もつかなくなったらおしまいよ。この社会不適合者め。だから違うんだって。詳しいことは事務室で聞きますね。なんでだよ。おいこらてめえ。今防犯カメラ見てきました。やっぱり彼らが思った通りね。いえ、犯人はあなたです。あなたはホームに飲みかけのお茶を捨てましたよね。それに足を滑らせてこの子はこけてしまったんです。お前かよ。ふざけやがって。橋爪さん、事務室へ。エモラグ3番線列車が参ります。私がボーリング勝ったからご飯おごりね。ダリーな。次は負けねえからな。また私が勝っちゃうよ。おい、危ねえぞ。え？やばい、電車が接近してる。え、私死ぬの。まだたくさんやりたいことあるのに。ちょっと待って、タクポよ。おっさん、駅員さんに知らせてくれ。分かったのよ、今行くからな。駅員さん、ホームから女の子が。え、以上。タクポよ、しっかりしろ。頭を打って意識がない。どうしたら。このままだとまずい。どうしたらいいんだ。兄ちゃん、逃げるのよ。待避所に避難してください。そういえば前に線路に落ちた男性は車両と線路の間のスペースにいたため軽傷でした。今から持ち上げて移動させる時間はない。信じるぞ。今から持ち上げて移動させる時間はない。信じるぞ。
大丈夫か？ここどこ？よかった。私死ぬとこだったの。ああ、でも大丈夫だ、すぐ助けが来る。五十嵐が助けてくれたんでしょ。別に何も。ありがとう。お兄ちゃん無事ですか？超無事ですよ。I was just trying to feel something, falling asleep to the sound of it. この前のこともあるんだからカウンセリングに行ってこい。行かねえよ。俺はどこもおかしくねえって。でも念のため見てもらった方が。大丈夫だっつってんだろ。俺はそこまで弱くねえよ。この前のこともあるんだからカウンセリングに行ってこい。行かねえよ。俺はどこもおかしくねえって。でも念のため見てもらった方が。大丈夫だっつってんだろ。俺はそこまで弱くねえよ。ったく、バラッチ、イガラシは本当に大丈夫か？やっぱりあの事故が原因で。あの時私は気絶してて覚えてないけど、イガラシはちゃんと記憶に刻まれてるんだと思う。あの時の恐怖が。みんなうぜえんだよ。お兄ちゃん大丈夫？大丈夫です。電車乗りますか？ああ、やっぱ歩いて帰ります。ああ、はい。またあの夢だ。忘れるんだ。タクポヨも助かったし、俺ももう大丈夫だ。忘れるんだ、忘れるんだ。今日は大丈夫かな。あれ、お兄ちゃん。なんすか？この前ホームから落ちた女の子を助けた。なんでそれを。今日は大丈夫かな。あれ、お兄ちゃん。なんすか？この前ホームから落ちた女の子を助けた。なんでそれを。あの時の運転手です。え、お兄ちゃんの判断は素晴らしかったです。二人とも無事でよかった。まあ、そうっすね。まだあの時のことを思い出しますか？え、あの時起こった悪魔のような数秒間を。はい、僕もです。あの時は二人を引いてしまったかと思いました。嘘だろ。以上、線路内に男女二人、しかもまだ学生だ。止まれ止まれ止まれ、頼むから止まってくれ、避けてくれ。くそー、間に合わない。あれから運転しようとすると思い出してしまって。そうなんすね。おい、お前いつまで日勤してんだ。あ、先輩。あんな事故くらいでいつまでも休んでんじゃねえよ。メンタル雑魚すぎかよ。すいません。お前のせいで休みも減っちまったしよ。復帰できねえならやめちまえ。あれ、お前はこの前ギリギリ助かった学生か。この子は関係ないじゃないですか。弱えやつは社会でやっていけねえんだよ。メンタル雑魚同士、カウンセリングにでも行ってきな。うんぶらてめえ。なんだおっさん。おい、お前いつまで日勤してんだ。あ、先輩。あんな事故くらいでいつまでも休んでんじゃねえよ。メンタル雑魚すぎかよ。すいません。お前のせいで休みも減っちまったしよ。復帰できねえならやめちまえ。あれ、お前はこの前ギリギリ助かった学生か。この子は関係ないじゃないですか。弱えやつは社会でやっていけねえんだよ。メンタル雑魚同士、カウンセリングにでも行ってきな。うんぶらてめえ。なんだおっさん。バラッチ。え、その子の担任だ。なんすか。なぜ弱いとダメなんだ。弱いとすぐダメになるし、使えないじゃないですか。弱さは負けじゃないんだよ。は？日本はまだまだ弱いものを排除して強いものが正義という社会だ。そりゃそうだろ。アメリカの警察はな、事件に関わった後必ずカウンセリングに行くんだ。弱くなったところを埋める作業は当たり前のことだ。はぁ、人はもともと弱いものだ。壊れたものを直す時間や環境が必要なんだ。前を向こうとしている彼らを苦しめてるのはお前らのような周りの人間だ。あ、悪かったな。バラッチ、ありがとう。ありがとうございます。教師として当然のことだ。うっせえよ。五十嵐遅れるよ。ちょっと待てよ。出発進行。新幹線で吸えるのもあと少しね。ママ大丈夫？ちょっとタバコの匂いがね。喫煙ルームから離れたとこにしたらよかったね。僕が煙を吹き飛ばすよ。無理だよ。あの、はい、よかったら席変わりましょうか。え、いいんですか？俺んとこならそんな匂いもしないんで。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとあんた、そこ私の席よ。え？あ、すいません。いない隙に人の席を横取りするなんて卑怯者ね。いや、そんな。この人タバコの匂いが。うーん。じ
ちょっとおばさん、こっちの席取っといたよ。え？喫煙ルーム近い方がいいっしょ。確かにいいわね。そこの席くれてやるわ。よかった。お姉ちゃん、ありがとう。はい、整列乗車お願いします。お客様、一列にならず三列で並んでください。一列になるとホームの幅が狭くなって危ないので。嫌なのよ、俺はここでいいのよ。いや、ダメですよ、決まりですので守ってください。クソが、しつこいのよ。安全のためなんです、言うことを聞いてください。お前は真面目すぎるのよ。バカか、なんだどころは。何回言わせりゃ気が済むんだよ。客になんだその態度は。てめえなんて客じゃねえよ。帰れクソが。なんなのよ、貴様ただで済むと思うなよ。うっせえよクソじじい。お前らいい加減にしろ。え、横山さんもちょっとは協力してくださいよ。まったく、お前は熱くなりすぎだよ。でもこの人が言うこと聞かないんで。確かにお前の言ってることは間違ってない。でも時に社会では黙ってた方がうまくいくこともあるんだよ。そんなの納得いかないっすよ。お前の正義感は素晴らしい。でも少し肩の力を抜いた方が人生うまく生きられるはずだ。わかりました。てめえ、たくあん高校のヤンキーか。だからなんだよ。最近たくあん高校の奴らが調子乗ってるみてえだからよ、全員ぶこしに来たんだ。やれるもんならやってみろ。うりゃー、でもめんどいから逃げよう。なんでくるなついてこれるかな。ちょっと何事ですか。お前ら全員不正乗車だぞ。うっせんだよ、黙ってろ。ああ、てめえもボコられてえか。すいません。何がすいませんだ。土下座しろこら。ああ、チース。あ、一般ピーポーを巻き込んでんじゃねえよ。誰だてめえ。わかんねえなら覚えとけ、タクポヨだよ。ダコが。お姉ちゃんありがとね。どいたま。でもお姉ちゃんもお金払ってないよね。バレた。タクポヨ行くぞ。うん、ちょっと姉ちゃん、ん、脱税からし置いて海でも行こうぜ。なんだてめえ。誰にも卒業式はみんなで迎えなかったな。タクボヤは意地でも渡さねえ。イガラシもう無理だよ、死んじゃうって。バカ野郎、死んでも守るぜ。こいつ狂ってやがる。イガラシすごいじゃん。よし、卒業式行くぞ。うん、バラッチ。お前たち最後くらい一緒に歌わせてくれよ。もちろんだ。いくつもの日々を越えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい。栄光の架け橋へと。おめぽよ。彼女の声が好きだった。いつまでも聞いてたい。そんな声だった。以上、放送委員会からのお知らせでした。じゃあ私帰るね。あのさ、何？タクポヨは好きな人とかいんの？何急に。いや、ちょっと気になっただけで。いるよ。え？どんな人？鏡に映ってる人。え？どういうことだよ。バーカ。ねえねえ、もうすぐ半年記念だからさ、ディズニー行こう。いいね、一緒に行こうぜ。じゃあ約束ね。おう、渡っちゃおうぜ。うん。じゃあ金貯めねえとだ。タクポヨ、ねえ、なんか足が挟まれて抜けないんだけど。ちょっと待ってろ。五十嵐助けて、死にたくないよ。五十嵐助けて、死にたくないよ。命は助かりましたが、今後事故の後遺症が出てくる可能性はありますね。わかりました。一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。五十嵐。あんた誰？あ、タクポヨって言います。五十嵐と付き合ってまして。なんであんたのせいでうちの子がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。え、もう二度とうちの子に会わないで。分かったらさっさと出てって。あんたは無事でよかったわね。まもなく片瀬江ノ島行き発車します。五十嵐、お客様乗りますか。あ、大丈夫です。五十嵐、五十嵐、タクポヨだよ、覚えてる？ほら、高校の時付き合ってたじゃん、忘れちゃった？本当はあの時もう一度会いたかったの。五十嵐が元気にしてるかだけでも知りたかった。ねえ、なんとか言ってよ。ちょっと五十嵐。どうしたんだろう。お客様。はい。あのお兄ちゃんは耳が聞こえないんですよ。どういうことですか？突発性難聴といって、事故の後にだんだんと耳が聞こえなくなっていったみたいです。事故って？7年ほど前に踏切で電車とぶつかったんです。それも誰かを助けようとしたみたいで。そんな。だからお兄ちゃんとはいつも手話で話してます。手話で？
駅員さん、手話でバカってどうやるんですか？そんなのいつ使うんですか？使うんです。バーカですね。バーカそれから私は人生で初めて猛勉強をした。好きな人のためなら何があっても頑張れた。この電車は片瀬江ノ島行き特急列車です。なんか眠くなってきたな。ただいま踏切でトラックと衝突したため緊急停車しております。え、大丈夫かな。安全の確保のためお客様には電車から降りて避難していただきます。うわー、電車とトラックがぶつかったの。この後電車を降りるから私についてきて。車内のお客様全員避難完了しました。運転手もトラックドライバーも奇跡的に無事だ。よかったです。五十嵐と話したくて駅員さんに教えてもらったの。ありがとう。私の方がごめん。私のせいで耳が。なんでよ。五十嵐が大変な時私は何もできなかった。今日まで五十嵐に助けてもらった命を大切に生きてきた。だから今日から五十嵐のために生きるって決めた。じゃあ得意の手話見せてあげる。バーカ。